こんにちは。今日は駅からじゃなく駅の外からということで、駅前の食堂からスタートしていきます。こっちの方がね効率がいいんでね。でこれ駅ありますね。駅あるっていうか、これ駅なんですけど、何軒かありますよ、民家が。でそこで鮎とかアマゴとかを取る遊漁券を売ってます。だから勝手に取っちゃいけないみたいなんですね。魚を取るには許可が必要ということなんですけど、ここ駅に登っていく階段です。そこで売ってます。で食事もできます。だから釣りをするのにお金が必要だということです。勝手に取っちゃいけないんですって。勝手に来て勝手に釣りちゃいけないよってことです。アナゴとか、アナゴじゃない、アマゴね。アナゴはフグタ君ですからね。アナゴじゃなくてアマゴね、川魚。あとアユとかも勝手に取っちゃいけないんですって。結構車が来ますね。トラックとか通っていってますけど、じゃじゃん。はい、これ陸橋になってますね。はい、犬に吠えられました、さっき。わわわわ。ただ家の人出てきて、なんだろうって様子見に来てましたけど、これ陸橋なんですよ。で下道路なんで結構来ますね、車ね。国道に面してるのが、周りは山ですけど民家あります。でここに駅ありますね。なんでこの吊り橋、陸橋の上にホームがあるっていう駅なんて。ああうわー、結構雨降ってます。傘差してるのに突っかかりましたけど、今このね陸橋の上に駅があるんですよ。ここで川があってね、携帯落とすと大綿になるんで、落とさないようにしないといけないんで、あまり橋の外に携帯を出したくない。出すとポローンとか言って、あーとか言って慣れそうな気がする。そこの下のね川に落とすような気がする。なんか僕のことだからやりそうな気がするんだよな。橋の下から撮影したら手が滑って落とすっていうね。はい、こう駅のホームですね。陸橋の上にあります。今そこから駅に入ってた方が効率いいんで、駅からスタートするよりこっちからスタートした方が効率いいんですよ、多分ここの駅は。で壁になっちゃったんで、これ川と森がありますね。で駅前に民家ありますね。お食事所とか遊漁券、遊ぶ魚の券って書いて遊漁券って読むのかな、売ってますね。行ったないなのか分かんないけど、まあ、つまり鮎が取れるってことっすよ。塩焼きだ、塩焼き。アマゴとかうまいよね、塩焼きにすると。だからうまいけどさ、川魚ってなんていうの、食べたらさパサパサしてるでしょ。なんかさ川魚、白身の川魚特有のパサパサ感があるじゃん。イワナとかアユとかって。でこれ下がりますもん、一回。パサパサ感があるからね、川魚特有のっていうか川魚だなって食べたら思うんですよね。串焼きと塩焼きにする。でも川魚ってだからまあ美味しいのかもしれないけど、海の魚に比べたらまあまあそんなんでもないのかな。今日は土産線ですね。トイレこっち行ってます。土産北川駅に来ておりますけど、こっち行くとあっちのセリバシにも出られます。こっちに行くとで、こっち行ってもいいんだけど、まあ行きます。ちょっとこっちも両方から入れるんですよ。さっきの食堂からか、そこの橋からか入れるわけですね。こっちから入れるわけですよ。でここ抜けていくと、さっきと逆ね、僕はあっちから来たの、食堂から。今回はこっちから来れると、両方から入れるんですね、この駅は。でここにトイレありますね。で目の前に民家があります。トイレまあまあ綺麗です、使ってないかな誰も。で民家あって、こっちの左側にも民家あって、そこからめっちゃ車が通る国道に出られてるわけですね。タンクローリーまで通ってる。で歩いていくと駅のホームに入れるんで、行ってみましょうかね。ちょっとねごめんなさいね、暗いかもしれないね。ここでアユ釣って食べたいんだけども、取るとダメなんだって。勝手にね勝手に取るとダメなんだって。うまいよねでもね、ああいうの塩焼きとか。川魚美味しいと思うけど、たまに食べるとやっぱイワナとか、何ヤマメとかうまいよね、天ぷらにするとね。イワナ、アユとか、アユも天ぷらで塩焼きかうまいんだよな。
あ、喋んないとダメですね。あれ、あ、こっちか、あれどっから行くんだこれ。あれ、今の子、今ので、まあ、ちょっとね、分かんなくなって一瞬黙ってしまったんですけど、こっちっすな。で、こっち行きましょう。待機に入れます。お手洗いあっちって書いてますね。駅の方も行くんですけど、入りますよ。あ、ま、これ上がこうガード下になってるんで雨避けれません。避けれないです。で、待ち合わせ入ります。だーいたたたた。はい、大杉まで220ですね。琴平1640円、結構遠いっすな。ごめん、450円。高知660円、もうちょっとですね。で、土佐山田高知方面が 1,2,3,4,5,6,7,8本ね。赤は、あ、黄色は坪尻通過ということ。こっちを 1,2,3,4,5,6,7 ということ で、上下線とも7本ですね。で、14時54分の高知行きで来たんです。57分、14時57分の高知行きで来たんですけど、こっちの琴平さんも14時57分でちょうどすれ違いだったんですよ。だから同じ時間に発車しちゃったんですね。だから次17時です。なんでここでちょっと2時間待たなきゃいけないっていう、ここは空いちゃってるんですよ。めちゃめちゃ17時に来れば1時間ぐらいで済んだのかもしれないけど、ちょうどね、入れ替え待ち合わせの列車上下線がちょうど同じ時間に来ちゃったっていう感じなんですね。最悪っすな。まあしょうがない、もうしょうがない。順番的にこうなっちゃったね、時刻表のあれとかあれってね。だから寝られそうですね、あの駅だったらね。朝一番でもいいかもしれない。本数少ないよね。駅のホームに上がれんすよ、ここから。よいしょ。で、ここ行くと、いいわけです。で、こっちが、高知方面ね。高知方面。今、ここから来たんですよ。高知方面。で、こっち、高松方面。土佐、北川。っていうことで、来ます。あっちもほら、目の前トンネルなんで、これ以上行けないし、こっちも陸橋なんで、これ以上行けないですね。陸橋の上にあるんで、吊り橋か、あの、行けないんですよ、これで先には、線路からはね。でも今みたいな道で降りていくしかないっていうことです。土佐、北、川、左、大杉、右、角茂台、高知県長岡郡、なんていう、大豊町かな、大豊町って読むんでしょうかね。ですね。で、こう書いてある。駅のホームに上がっていくと、駅のホームに上がっていくと、あ、ださっきのね、川と見えるかな、道路めっちゃ車通るんですよ。ほらザバババ、さっきから超車通るんで乗せてってもらおうかな、2時間もあるからと思ってます。はい、以上、土佐北川駅でございました。